撮ってるよ。ノーヘルがいいな。いや、ノーヘルで捕まっちゃうな。どこら辺が魅力なんですか？どこら辺が魅力なんですか？どこだろう。エンジンとチャンバー。チャンバーって何？チャンバーマフラー。これか。あとね、正面から見た時のエンジン。正面から見た時の斜め前ぐらい。これぐらいですか？そう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 。これがいいんだ。ちょっと走ってるとこ撮ってて。もう分かった。ここら辺でも、まあ、道が狭いよ。あ、そこ。あ、でもエンジンを入れてほしいな。じゃあ、あっちまで行くか。引いてくか。道だからね。あんまかっこよくないですよ。うわ、ほら、うるさいですね。走ってるとこいくらも撮れなかったです。なんで？だってさ、後ろ姿しか撮れなかった。ああ、道が狭いね。狭いでしょ。うん、と広いところ行くと広いところないの。あそこの大通りとか。ああ、いや、そこ行っていい？いいよ。そこ左折です。
そうっすね、うん、あんまり早くても取れないです。あ、そうか。まだ近いのか。うん、もういいんですか。なんか静止画みたく、なんか乗ってるふりするか、うん、いかにも走ってるように。ああ、上半身だけ映してるから。そうそうそう。じゃあ村上さん、じゃあ上半身に行きましょう。押してください。え、押してください。ああ、これでこう、そうそう、押すってこと。それは面白いのかって。お前走ってるように見えない、ね、でも押せえじゃん。これはすぐ見れるのに、まだ近くから。見れるよ。そう、すげえ見たわ。それだけで満足する。でもとりあえず見てみるか、うちで。でも早くてね、一瞬しか映ってないよ。そう、じゃあ爆発してる。うん、分かった。軽くそう思いました。よし、行くか。今の普段カメラ持ち歩いてる？あんまり。昨日ライブ撮ったから。え？ライブを撮ったから。あ、ヨリの？ヨリの友達の徳丸くんという人が。どうだっけ？ドラムじゃなくてパーカッションみたいなやつでしょ。うん、違う。ユリがマジックバンドっていうのの一員になってて。あ、何、また新しいバンドに入ったの？その徳丸くんって人が中心にやってる。クロニクル辞めた後？うん、うん、あ、何、それライブやったの？何回もやってる。サポートメンバーで入ってる。あ、じゃあユリそっちメインでやってるんだ。いや、そういうわけじゃない。はい、この箱したと。これ、1個も入れてるんだ。この、こんなら、ほら、あの箱のスライド。
覚えた？はい、すいません。入った。ここいいね。いいでしょ。静かで。そう、静かだし。車が通れない狭さだから。うん、バイク好きにはたまらない。もう暗いね。ああ、さっきまで映ってたのが映んなくなった、うん、じゃあ見てみるか。これデジタルカメラ？うん、うん、